予想 TV の皆さん、こんにちは。こんにちは。大阪サンスポ渡辺です。大阪サンスポの正木です。今日は京都大商店の予想をしたいと思います。まず私からですね、まあ、本命は、まあ当選ランにしました。まあね、安田記念14着以来なんですけども、まあ、前走に関してはね、やっぱり、まあ、馬場がね、もう悪くて、まあ、ちょっとこの馬ね、雨だといつもちょっと成績を残せないんですけども、まあ、それと、まあ、ちょっと増えてなね、東京コースっていうのはもろに影響して、まあ、結果を残せなかったんですけれども、まあ、今回ね、京都に変わるっていうのは、本当にこの4勝を挙げてますし、まあ、舞台的にはね、もう絶好というところで、まあ、去年もね3着来て、まあ、その後マイルチャンピオンシップでも勝ってみて、まあ、今年もまあ同じようなローテをたどるということを陣営からも発表されてるんですけども、まあね、その目指す連覇の前にね、ここでまあしっかり格好をつけていってほしいというのもあります。まあ、追い切りもね2週連続竹豊がジョッキーまだ上がってかなりいい動きでしたし、まあ、久々でも状態は、いいんじゃないかというふうに判断して本命にしました。正木さんはいかがでしょうか。そうですね、僕ね、本当はね、12番のヒット・ザ・ターゲット、これをね、本命にしたかったんですけどね、それが、まあ、この落ち着いた闘争でね、内枠にさえ入ればと思っていたんですけれども、それがなんと、大外枠に入ってしまいまして、泣く泣く、本命はやめて、もう黒三角にしたんですけれども、まあ、そうなるとね、やっぱり自力と、それからやっぱり部類の、京都校舎ということでね、まあ、当選ラー本命で仕方がないかなっていうふうに思ったんですよね。まあ、当選ラーから一応、使われてる強みでラストインパクト、うん、まあ、これが本戦なんですけど、今話したヒット・ザ・ターゲットはまあ一応黒三角、うん、というのはね、これ、まあ、中間加藤慶長教師にもね、びっちり話を聞いたんですけれども、まあ、この馬の場合ね、構想してるのはね、内枠に入った時だったばっかりなんですよね。それなぜかというふうにね思ったらね、やっぱりね、内ラチをたわるとね走りが変わるらしいので、まあそれだけにね、内枠なら当選らを差し置いても本命に打とうと思ってたんですけれども、まあただやっぱりね、技術的には文句のない場合岩田康騎手ですし、まあ、このジョッキーのね、インサシというのはね、僕自身はもうすごく強烈な印象がいつも残ってますので、うまく本当に早めに内に潜り込めたらね、当選だと好勝負できるぐらいの仕上がりにはあると思いますので、まあ、22番という馬連ですね、これはやっぱりぜひともやっぱ押さえておいてほしいですよね。まあ、あとはラストインパクト、それから名将マンボなんですけれども、名将マンボはね、やっぱ男を持たした時に今まで結果が出ていないというのがね、どうしてもネックになるんですけど、仕上がりに関してはね、状態だけで言えばね、ここのメンバーの中でも1人ぐらいにいい状態なんで、あとは本当に男馬に混じってちゃんと走れるかどうかというのがやっぱり今回のポイントになると思います。まあ、当選ラーから一応ラストと、名勝と、それからヒット・ザ・ターゲット、まあ、この3点にしましょう。はい、どうもありがとうございました。はい、以上です。